知らない僕は知らない何にも気づきたくはないから遠くへ行って帰ってこないで忘れてくれ僕も忘れるさ着きました。芦ノ牧温泉の駅です。よっしゃ、今から二子の駅を見たいと思います。イエイ。どれが一番好きなの？ピチ。ピチでさ、ピチさんってさ、モルクに似てない？うちの猫。私初がイケメン。ハンサム。では3人とも可愛い。はい、ちょっと休暇もらってますので、ちょっと入ってみましょう。失礼します。かわいい、すごい、全部猫だ。かわいい。待って、私、ごめん、私はこれめっちゃ好きなんですよ。ちょっとコスプレもしてみたい。めっちゃ好き。なんだ、女の子もかわいいじゃん。かわいい、これ。ネズコ柄もあるよ。本当、ネズコ柄。ラブのマスク、かわいい。強くなれる。おい、誰も歌ってくれないな。ごめんなさい。ニャンジロだ。私の森くんの衣装って。かわいい。今日は特別なの教科をもらってます。ラブちゃんの撮影をしに行きます。普段は撮影は禁止しております。すみません、はい、お世話になりましたから、はい、ちょっとチュロ持ってきました。ありがとうございます。大好きなんですよ。本当ラブ、ほらチュロでいただいたよ。、ね、だから頑張ろう。、ね、はい、ちゃんとお座りしてよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。はい、触っていいですか？あの下半身の方を触るとちょっとシャッってやるのって、うん、あの喉周りとか頭ちょっと撫でるのは大丈夫ですね。はい、あ、柔らかい手が、超柔らかい。ちょっと待って、ありがとうね。かわいい。お待たせしましたね。あ、電車を待ってる。あ、すごい疲れるんですね。お大変な仕事だと思います。すごいちゃんとしてます。ちょっと感動しました。自分の猫にもちょっとさせた。いや、なんか泣いてる。感動しました。え、カリーノ、カリーノ、カリーノが、もう超イケメンですね。かわいい。
まで見えますし、足湯もあります。最高、すごいな、これ、素敵。コイン入れて、私はベルをして、うん、パン、あ、な、スコザ、モノ、ドエ、パン、パン、イエシフォンディ、オノソロ、オッケー、オッケー、オッケー、いい、うん、せーの、日本しか見たことないね、これだよね。お観測は鬼滅の刃の中のすごく似てるのムーザンの城です。3、2、1、パパー、はい、こちら、パパーン、見てください、本物ムーザンが出てきそうに。今日はここで撮影したいと思います。よろしくね。強くなれる理由を知った。はい、今マルミネ旅館に着きました。部屋はこちらです。ババーン、よいしょー、広い、すごい、入って、かわいい、フィス、すごい、綺麗、何しろ、うん、また旅館初めての人、私です、さすがですね、はい、え、でもコスプレで旅館初めての人初めてでもそう、ちょっとね、さっきはね、バタバタしてたから、もう寮館で着るの着ちゃって、まあでもさ、せっかくだから、あとはね、おかみさんにもちょっと着てみたんだけど、コスプレでご飯をしたいと思います。イエイ！実はね、この3人は今日本語で喋ってるんですけど、イタリア人でございます。そう、何でございます、はい、はい、そう、
ローマの出身と、私出身は私と一緒。あ、そうですね。でもまあまあ高校は一緒だった。だからまあそう。まあでもね、インペリア語。インペリア市？インペリア市か。インペリア市ですね。インペリア市ですね。さすが兄弟だ。かわいい妹ちゃん。せーの、いただきます。これお肉超美味しそう。ふらふらしてる。で、私の大好きのお刺身、今あんずソーダを飲んでます。きのこじゃん。似てる。見て顔になる。おい、髪型一緒だ。おい、どうしよう。ます。食べてこのキノコ。え、なんか。ベリーベリーだろ、違うだろ。あれじゃない、分かった。キノコじゃなくて、キノコの形に切られたあれだよ。なんかあれだっけ、あれなんだっけ、お芋。でもなんかちょっと中だけ分かんないけど、美味しかった。美味しかった。美味しかった。美味しかったでしょ。ちょっとびっくりした。で、これはマロンかな。あ、これマロンだと思う。ここしかないから、これ何の。お、やわらか。美味しい。美味しい。野菜ですね、全部。なんかすごい優しい味が。美味しい。え、めっちゃ美味しい、本当に。こういうの好き。うん、まさちゃん、今いそうって言ってたんだけど、まさちゃんが好きそうな料理だなって思った。優しそうな感じ。そういう料理好き。美味しいな。うん。どう？美味しい。これ。あ、美味しいですか。美味しい。やろう。めっちゃなんか口の中ってさ、溶けるよね。すっごい久しぶりに。もう噛んだなくて。噛む。美味しいです。噛むしなくても。どう？もう顔から幸せそう。オッケー。言えない、うん、ちょっと酔っ払って。初めてつくものを食べました。美味しかったです。、うん、美味しいです。いやー、スポンが来た。すごい、やった。私たちいない間に用意してくれた、優しい。せーの、あー最高。あー、柔らか。ありがとう。イエーイ。どうですか、柔らかいですか。めっちゃ柔らかい。いや、私はね、なんか布団に寝るとマリオ感とか、だいたいいつもすっごいいい睡眠が取れる。うん、なんでわからないけどね。だってさ、床に寝るって
変っていうか文化ないでしょイタリアだと。確かにね。えってな感じなんだけど超超いいんですよ。ね、なんか落ち着くよね旅館とか。すごい落ち着く。ね、落ち着くでしょ。ね、ね、わかる。あれ、あ、ちょっと待って。マナちゃんってさ、あの初めてなんだっけ？床に寝ると布団。いや、それは初めて。ないです。ね、ね、初めてじゃないみたい。イエーイ。おはようございます。え、素敵。綺麗ですね。汗見ると全然違う。秋いいよね。江戸時代かなこれ。ねえまっちゃん、え、これってさ江戸時代かな。もっと、もっと前かも。わかんないじゃん私も。江戸時代かな。あ、そうなの。もっと前か。確かに。気持ちいいね。お土産もいっぱいあるし。で今からそば、ネギそばを食べに行きたいと思います。すごい。こちらね、橋本です。はい、お送りどうぞ。ありがとうございます。ごめんなさい。バラッパッパーバルガリリバリンパンプ。あれ何が出る。あ、水だ。バリンパンプーラリッパ。あれバラッパッパーバリリ。ごめんなさい、もうまだ12歳。エネギ好き。よし、じゃあ食べて。え、すごいな。いただきます。写真撮って。え、マナちゃんうまくない？普通にうまいんだけど。本当だ、すごいな。うん、お、うん、おいしい。でもこれ噛む？噛んじゃう？噛んでもいい？好みかな。でもさ、噛んだらこれは食べながら噛むんですか？あ、お蕎麦食べながら、あのかじりながら薬味っていうか。あ、そうですね。やっぱりそうなんだ。食べるだけかなと思って。ありがとうございます。食べれます。でも当たってた。うん。
美味しいこれ。うん。うん。うん。やめて。